ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。ということで本日はスイスイ社さん安定の神々ですね。スイスイ社さんからお届けします。それでは今日の質問です。タイにあるホテルで各部屋がアーティストが書いた内装になっており、部屋名は各アーティストの名前になっています。そのホテルとコネクションがあり、日本の著名漫画家もしくは日本の若手アーティストなどを紹介し内装を手掛けてもらい、日本からの送客や漫画ファンに宿泊してもらえればと考えています。ただ漫画家やアーティストにコネクションがなく、またどのように集客するか悩んでいます。何かいい方法があれば教えてくださいという質問です。はい、今日も質問に答えていきたいと思いますが、はい、本日のゲストはスイスイ社の松岡弘之さんです。お願いします。はい、じゃあ今日はちょっと早速質問からいきますかね。はい、はいはい、質問に、はい、私はこう答えました。うん、そのためにわざわざタイまで行くかね、日本人が。だからタイを含めアジアで人気がある漫画家やミュージシャンにターゲットを絞る必要がありますね。とにかく、とりあえずコネクションがなければ所属事務所などに、問い合わせをするしかないのでは、というふうに答えました。このようなのって作ればいいことですよね。問題はあれじゃないですか、もう堀江さんの言う通り、タイに行く日本人の旅行者の気持ちになった、なってるのかっていうことですよね。タイに行って何を味わいたいかって言ったら、タイの気分を味わいたいんじゃないですか。タイらしいものを見たいんじゃないですか。でわざわざその部屋が日本人の漫画家の中に囲まれたいかっていうことがちょっと疑問なんだけど、いや多分だからこの人はたまたまそのタイのホテルにコネがあって何かを使いたいみたいな、これは何かに使いたいっていうだけの話でしょうか。ですね。俺はね、これこの人で思ったのは、誰からどうやってお金をもらうかっていうことのイメージがないと思うんですよね。この紹介するビジネスで結局この人は誰からお金もらうんですか。ホテルからお金をもらうのか、漫画家からお金をもらうのか、あるいはそこの部屋を使う旅行者からお金をもらうのか、そこのイメージがはっきりしないから、どういう形で何を提供したらこういうふうにお金をもらえるなって、こうそこまで考えてないですよね。ホテルからお金もらうの難しくないですか。多分送客することができて売り上げが上がれば、そこから何割もくれっていうことは、ね、多分そういうことをやろうとしてんじゃないですか。そういう感じなんですか。そうなんだけど、もう僕はすごく典型的な、こういう人多いんですよ。何か今あると、持ってると、コネクションを持ってるとか、土地を持ってるとか、まあ、で今二足三門というか何の活用もできてないんだけど、それを活用して何かをやりたい、物がありきで、アイデアなしで、何かもったいないから使いたいみたいな人って多いんだけど、こういうのってダメなんですよ。結局何も考えずに英語を勉強してましたとか、まあなんか降って湧いたような土地がありますとか、全くそうそう元を取りたいとかね、もうどうでもいい話ですよね。いや、この人ももうタイのホテルのことなんか忘れて、別のことを考えた方が俺はいいと思うんですけど ね。必要があるならコネクションって作ればいいんで、何でもないことですね。コネクションって全然大したことないですよね。しつこく行くと話ぐらいは聞いてもらえますよね。ね、それコネクションって言うのかっていうね。いきなりお金が、お金を1000万出してくれとか、いきなりセックスさせてくれとか、そういう話じゃないじゃないですか。とりあえずお話をさせてくださいぐらいのレベルの話だったら、相当しつこく言えば大体の人は聞いてくれますよね。これは本当にダメな考え方、ダメな考え方、つまりあれですね、手持ちのものをなんとか利用しようっていう、その考え方がケチくさいよね。ケチくさいの、そうそう、ケチくさいの、ケチくさいらしいんで、ちょっと考え方ね、いろいろ参考にして考えてみてください。はい、はい、ということで最後に告知をお願いします。はい、最近ね、進行がうまくなりましたね。伝統者ゲーテで連載してますカイツくんの漫画、本革の手帳、これがですね2月に新書版になっている伝統者が出ます。できる男は愛妻家っていう名前で出ますので、よろしくお願いします。はい、ね、ホームページで詳細はチェックしてみてください。そして堀江さんの本、そして私たち堀江もんチャンネルの DVD もたくさん発売になっております。あとね、
来年というか1月にまた新刊が幻冬舎から実は出るんですよね。我が闘争という本が、はい、来年ですね、幻冬舎さんから発売になりそうなので、皆さんそちらもチェックしてみてください。はい、はい、ということで、はい、本日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。メルマガの登録はこちら。 YouTube チャンネルもよろしくね。疲れたよ。マラソンだよ。